ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ倍佐藤食品最終日24日西那須のカントリークラブ栃木県7036ヤードパー72 ラウンド中に涙がこぼれ落ちそうになった、2位に2打差をつけて首位から出た36歳のカピーこと河野勇,勇気は14番のバーディで首位タイに並びながら15番で5球をするなど球をたたいて優勝戦線から離脱、順位は一気に19位タイまで落ちて16番で泣きそうになったが。 歯を食いしばて17番、18番連続バーディーで9位タイに食い込んだ、2015年の日本プロゴルフ選手権以来のトップ10入りには笑顔を見せた。カピバラに似ていると先輩プロの諸藤正純がつけたあだ名はカッピー、ゴルフ界で愛されるカピバラはプロ17年目、2013年の日本プロゴルフ選手権以来、2度目の最終日最終組は自身初の単独首位。 朝の練習場から緊張していたと優勝争いの主役に加えて、初めて一緒に回る石川遼の存在が大きかった。ギャラリーがめっちゃおる、みたいな。それがすごく緊張しました。慣れない体勢のギャラリーに囲まれて普段通り体が動かず、精一杯クラブを振った。前半はバーディーを奪えず、ボギー一つとスコアを落としてハーフターン。二つ伸ばした石川に逆転された。 しかし、石川がボギーとした11番パー5で、河野はカップまで3メートルに2音成功、ショートしちゃったので、プレッシャーを与えきれなかったと惜しくもイーグルは逃したが、この日初バーデそこから息を吹き返し、14番パー3で取り戻して、石川に追いついて首位に返り咲いた。14番で首位に立ったのは分かっていました、そこから両君と競り合って、 楽しい優勝争いができたらいいなと思っていたら、その次、プラス5だったんで、15番パーヨンのティショットは、ファーストカットのようなところに止まった、ニューチメはフライヤーして、グリーン奥のブッシュまで行きましたと、グリーン奥に消えた、念のため暫定球を打ってグリーン奥まで行くと、グリーン近くにいた関係者から、ブリジストン、ここにありますよと、腰の高さまである深い茂みの中に、 カッピーが使用するブリヂストンのボールがあった極限状態でちょっとパニックっていて確認すればよかったのに確認せずに打ってしまいました河野が打ったボールはグリーン側のラフまで運んだがよく見ると違う B のボールで見た瞬間真っ白になりました5球だってそこから本球を捜索 3分以内に見つけ出しロストは免れたが、打てるライではなかったとアンプレヤブルを宣言、5球の2罰とアンプレの1罰を加えて、2打ち目を打った地点に戻って打った、6打ち目はグリーン手前のガードバンカーへ、7打ち目は5メートルほどオーバーし、8打ち目も入らず、ホールアウトに9打を要した。 石川亮との優勝争いを楽しみにしていた矢先に確認ミスによるトラブル西山大広がフライヤーして飛んでいるのを見ているにもかかわらず自分がフライヤーを計算しないで打ってしまったボールの確認も含めて冷静ではなかった地獄を味わい涙が出そうになったがせっかくのチャンスなのでと10位以内という目標を立ててすぐに気持ちを切り替えた QT ランキング72位で次戦以降の出場権を持たないカッピーは10位以内に入れば7月の長島茂雄インビテーショナルセガサミーカップの出場権が付与される喉から手が出るほどその権利が欲しかったトラブルボはセガしか頭になかった歯を食いしばり17バンパー3では狭いエリアを果敢に攻めて3メートルにつけてバーディ18バンパー4も5メートルを流し込んでこの日 74トータル17アンダー9位タイに滑り込んだ2013年に賞金ランキング33位で初シードを獲得したが翌年には手放してしまう以後は思うようなゴルフができずに苦しいシーズンが続いたトップ10入りは2015年の日本プロゴルフ選手権で9位タイに入って以来9年ぶりこの日は1ホールのミスでタイトルを逃したが 手に入れた自信と経験は少なくない。優勝争いもできたし、自分が緊張して良くない状態で戦えたのはすごく自分によって良かったと思える経験です。あとはもう一つ冷静に考えられる頭があれば、それこそまた優勝に近づけるんじゃないかなという感じです。今日はいい経験をさせてもらいましたと前を向いた。セガサミーカップ。 は2013 2年にに自己ベストのの位タイ入入った思い入れのある大会ショット自体は調子がいいし特に洋芝が好きなのですごく楽しみ一打一打集中できたらいい成績になるんじゃないかなと思いまとナスで逃したタイトルは北の大地で取りに行く。